Leonardo. からの Leonardo でキャプリオ。早くすると Leonardo でキャプリオ。あはへえ。どうしたの？音節分離が英単語の発音の決め手なのは分かったけどさ、文章で使えないと意味なくない？はい。はい。どうも、韓国に住む普通の韓国人、ガッチャンです。このところ、ガッチャンの英単語アプリ G ボカをフル活用しての音節分離に関する動画をずっと続けておりまして、ご存知のごとくショート動画もものすごい反響をいただいているわけですが、ご満足のコメントの数々の中にはこんなお声もありまして、文章を喋れなきゃ意味なくない？まあ何がおっしゃりたいかはわかります。シャラ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 。みたいなシャラシャラの英語は今すぐできたい字としては、単語一つ一つ、タンタン、タンタンタンとコツコツ音節で練習しているのがなんともちっぽけで意味なく思えるのも仕方ない。気持ちはわかるのですが、でもよくお考えください。シャ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 みたいなメロディーの元ってどこにあると思いますか？そもそもよく言うでしょ、英語ってなんであんなに抑揚激しいの？でもこれ、卵は先ですか鶏が先ですかよりは明らかに答えは明快だと思うんですよね。抑揚が激しいから単語も抑揚が激しいのでしょうか？違うでしょ。そもそも単語の抑揚が激しいからワシャワシャワシャみたいになるってことですよ。ってことはつまり音節分離ありきの抑揚だってこと。じゃあ結論は簡単ですよ。こうして私と一緒におかげさまで大好評のガッチャンの英単語アプリ G ボカを使いながら正確な英単語のメロディーとスペルを身につけられれば、シャラシャラの抑揚の原料である基本ベースが自然と習得できてしまえるってこと。例えばこれは私の大好きなシットコムセインフェルドの先ほど見てた中でたまたま出てきた面白かったセリフをちょいっと使わせてもらいますと、直訳すると我々は社会に住んでます。セリフっぽく言い換えれば、僕ら社会ってものの中に住んでるんだからぐらいの言い回しになるんでしょうかね。つまりもうちょっと親切にしてくれてもいいでしょみたいな意図で言い放った言葉でして、まあとにかくお聞きの通り抑揚が激しい部分は明らかにこことここじゃないですか。この2箇所 G ボカで確かめてみますよ。 Living Living Society Society 音節分離で2音に分かれたうちの1音目の Live の部分が強くなったのが分かりますね。で、もう一つの強い部分、音節分離で4音に分かれたうちの2音目のサイが強くなったのが分かりますよね。 We are living in the society。そういうことですよ。要するに英語の文章を丸々聞いた時に明らかに音が高くなる部分を深入りして調べてみると、正体は音節分離で強く発音される部分なのだという事実にたどり着くわけでございます。ついでにもう一つ他の文章を見てみましょうか。The child pointed to the forest in the west. さて、今出てきた単語も全部 G ボカで見つけられるわけですが、 The child pointed to forest in west。 で、今の文章内で特に抑揚のついていた部分ってどこですか？The child pointed to the forest in the west。 だいたいここですよね。1音の単語、2音のうち1音目、2音のうち1音目、1音の単語。 The child pointed to the forest in the west。 ね、そういうこと。文章内での抑揚ってのは突き詰めると結局は音節分離によるものでもあるんですよ。イントネーションの、つまりメロディーの波ってのはフレーズによってある程度パターンが決まってはいるものの、要所要所でダイナミックになる箇所はやっぱりその単語が持つアクセントの要素ってこと。要するに文章のイントネーションがどこでビューンと高音になるかって解体してみると、やっぱり1音だけの単語、あるいはその単語の中でアクセントになっている部分なわけだったんですよ。ですから結論、英単語を音節で分離して発音を一つ一つ習得してたところでその意味はあるのかといったら大いにあるって
ことでした。今すぐには無意味なように見える些細なことを一つ一つこなしていくことにその意味はあんのかと言ったら大いにあるってことですよ。むしろいいことじゃないですか。誰もがすげえと思うようなでっかいことを積み重ねるなんて肩の荷が重すぎる。無意味に思えるような小さな小石だからこそより気楽に積み上げられるというもの。山のような岩を動かすのはなかなかできないけれど、小石の山を作るくらいならその気になるわね。どの分野でもどんな結果でも目を見張るようなすげえの根本には今すぐには意味もなさそうな些細ちっぽけで地味な積み重ねが秘められているのだってことを認めるならば、英単語一つ一つ覚えるくらいの分かりやすい積み重ねなんてその確実に便利な使い勝手に比べたらありがたいくらいのコスパじゃないですか。どう転んでもやらない方がもったいない。努力対比の結果が半端ない。そりゃあ今までの既存の発音方式ですとぶっちゃけあながち無駄な努力にもなりかねない要素がなきにしもあらずだったかもしれませんが、私が皆さんに提供しているこの音節分離での発音の見事な変化、これはもう実際に体感した通りじゃないですか。もう無駄にはさせない。皆さんの努力もう無駄にはなるわ。というわけで、ラボの皆さんのお時間を考慮して今回はいつもよりは多少コンパクトな動画を試みてみましたので、ここから続けてビメオの最新動画では実際のドラマの中で使われている英語のセリフへと G ボカに内蔵されている英単語の音節分離を代入させて抑揚の具体例をどんどんお見せしていこうと思います。と楽しく役立てる回となるはずですので、どうぞお楽しみに。そして次回の YouTube 動画でも今までの固定観念を見事に覆し、皆さんの舌と脳をどんどん改革してまいりたいと思います。一つ一つ確実に積み上げていきましょう。すげえと言われる成功の山を。それではまた。